何時起き？今日は9時とかです。はい、じゃあちょっとテロップにコンタクトを入れます。苦手な方はって書こう。ダメだ、コメント長すぎて切れちゃった。いきます。今日はもう目がすごい痛いです。乾燥乾燥。早くあれが欲しい。なんだっけ。え、大徳さんミューも見てましたよ。プロレスリングノアの方とか、あと春日井の魅力みたいなのを途中まで見ていました。はい、入れます。苦手なので一瞬離れます。はい。コンタクト入れるのってさ、やっぱさ嫌じゃない？嫌な人は多分嫌だろうなとなんかすごい思います。中坂は見たことないんで、人が入れてるところ、ね、一生さ表裏分かんないんだよね。はい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 、入りました。昨日全然右目入らなかったそして映ってない件について全然。開かないです。中瀬さんはマイナス 2.25 です。目は強いと思ってました。意外と弱いらしい。このさコンタクトをさ入れるときにさ、コンタクトと目の間にさ空気が入るじゃないですか。それってどう対処するんですか皆さん。はい、つけ終わりました。もう視界良好です。でもなんか入れるとすごい目が乾燥した気分になります。みんな結構お目目悪いんですね。めっちゃうまいでしょ入れるの。プロです。はい、コメントは見えます。この距離だったら目はね50センチくらいは見えてるらしいです。半径50センチくらいは中坂さんは見えてますって眼科の先生に言われた。定期検診1ヶ月後に来てくださいって言って2ヶ月後に行ったけど何も言われなかった。質疑1年後です。はい、あっという間の少女やった。つけたことないですか。つけたことない方はマジで慣れないです。中坂も最初は全然入らなかったし、はい、ゲリラ目はメール送ったつもりです。ソフトです。ソフトのワンデイのマイナス 2.25 じゃあ 2.5 になったんだっけ。 2.25 だっけ。マイナス2だったのが 2.25 です。これ両目さ同じ度数だとさ楽よね。なあ、メガネはしてないです。普段も割と最近ずっとコンタクトで生きてます。でメイクに、あ、メイクじゃなくて髪の毛を今日やっていきたいんです。2ウィークにする予定ないです。もう1年分買ったもん。頭痛がするのでやめました。まあでも確かにまさかもうすっごい目がね痛くなります。もともとすごいドライアイなので私は。
何時の9時20分とか9時とかです。鏡欲しい、あるけど。えい、内巻き全部同じ方向に向いてればいいから、全部同じ方向向いてください。コンタクトってそんな種類があるの？ありますね、いっぱい。ワンデイ、ツーウィーク、あとハードとソフトもあります。ハードタイプは洗って使うことが多いですね。ソフトはだいたい使い捨てです。何時まで？30分くらいやる予定です。誕生日おめでとう、ありがとう。カラーは買いたいけど親が許してくれない。あと度数入りカラコンの買い方が分かんないから、あと何が自分の目に合うのかも分かんないから買わないです。てか6月6日に頼んだ荷物がまだ届かないんだけど、どうしたらいいですか？配送は9日になってたのね。もう4日も経ったよ。ツーウィークの方が良かったよ。でも洗わないといけないじゃないですか、コンタクト外すのすらめんどくさい人が多分洗えないんで。最近はもう布団に箱に入ってからは外してないと思って、こう寝ながらコンタクトを取ってゴミ箱に入れるっていうのがもう私のルーティーンです。何の荷物？服です。服を買ったの、ネットで。初めて自分でネットショッピングしたのに、はい、届きません。追跡番号みたいな、なんか注文番号みたいなのを見たんですけど、なんか情報が登録されてませんって書いてあって、何も見れない。2週間つけっぱなしなの？2週間前に送ったプレゼントがまだ届かないのはダメなのかな。なんかさ言ってたじゃないですか、多分ガチャガチャの景品じゃん、さ光るじゃんあれって。でもさどうなんですかね、プレゼントのなんか OK とダメの基準が見え分かんないからあれなんですけど、光るものはダメなのかな。2週間つけっぱなしでいいの？それはちょっと魅力的ですね。ダメな時は電話かかってくるあらしいです。で中坂の生誕の時に中坂のプレゼントが少ないとかわいそうだからっていう理由でいっぱい置いてあるのかもしれない。そういうことにしときましょう。また生誕の時に確認しますね。ただこの前受け取った段階ではなかったです。ねえ、なんでさ内巻きに巻いてんのにさこんなにさ外をさ向いてくるんですか。去年のマスク？でマスク結構いっぱい届きました、中坂氏。もう中のおろしは嫌なの、もう嫌な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 。なんで？何？内巻きになんでならないの？温度が低いのかな。でも暑いもん。電池入りではないと思うの。なんか電池っていうかさ、そのなんていうの、ガチャガチャに電池入ってんのかな。
なんていうの、こうピッて抜いたらさ光るみたいなやつあるじゃん。でお前届いたよそういうの。見る今日湿度が高いから。でもねメイクさんにも言われるんですよね、なんかちゃんの髪すごいやりづらい。知ってます、私が一番。断念中入ってて、そんなのはダメなんですか。でもこのままもらってみよ、マジシャッフルの時とかに。もういやだ無理、もう無理やりたくない。なかちゃんの誕生日プレゼントかさばるものとかでも平気、全然大平気ですよ。もう何でも嬉しいですみは。諦めないで、もう時間ないもん。あと15分しかない。髪を濡らすと傷むので熱を加えると、濡れたままの髪にその熱を加えると傷むの。だからねもう傷んでるんですけど、だいぶ。エアーを送るの、エールじゃなくて。何エアーって。空気あっつ。なんか右手で左の髪だけさできないんだよね。みゆ誰か本当に方法教えてほしい。今は120、40、60度、160度です。はい、まあこんなもんでいいか。こっちの方がね綺麗にできるんですよ。目的にはもう全部内巻きにしたいの。でも内側の毛はさもう無理じゃん。だって私こんだけ髪の毛持ち上げて内側にこんだけも髪の毛あるんですよ。やばくね。量がもうやばい。マックスは230です。でも230でやると髪がすごい傷んでしまうので230ではなかなかやらないです。今メール来た？すいませんした。昨日コテを使ってて思った、昨日じゃない一昨日コテを使ってって思ったんですけど、バイチャーピアン、お仕事かい？バイバイ。283日、すごい。気づいたら280日いってた。あと20日くらい？あと20日ってもうでも1ヶ月くらいあるか。7月くらいにあと今183でしょ、あと17日で300日です。300日は記念なさそう。あと65日頑張れって感じだよね。
美容師さんに230度でやらないと難しいって言われたの。中坂はこの前傷んでるって言われて美容院に早く行けって言われたので行かねばならない。美容院にさトリートメントだけしに行く勇気ないんだもん。誕生日おめでとう、ありがとう。暑い。300日は画面が変わるよね。今重度のくせっ毛です。熱い、もうアイロンすら熱い。めっちゃ鳥泣いてる。切らないです、トリートメントだけしてこいって言われました。ドレメンでトリートメントはしてないです。しろー、してないわけではない。ただ中坂は、まあ、してないけど、はい、まあ、してた時期もあった。めんどくさいよね。10、30、100、200、300、365あったはずで。すごい。生誕祭の髪型は決まってないです。まださっきこれをやるって言ったら、ね、またって言われました。またって言われたってことはもうこれにしようとしてるみたいなのは察しがつくと思われますけど、森の中に住んでます。あっ、暑かった。森の中に住んでるから夏はセミがうるさい。リレー配信の後はレッスンだという情報、誰からそんな情報を得るんですか。でもリレー配信の後ってことは、まあ、みゆかももたんしかいないんですけど、もうルーさんはでも昨日ショールームやってましたもんね。高めのツインテールかな。セミシーズンはもう私は全然楽しみじゃないです。うるささで起きて、もう11、まあいいや、30分に終わる、30分に終わりますって言って、それからまあ用意して、オッケーオッケー、スケジュールは立てられました。今日は夜配信はできませんのでよろしくお願いします。多分できない。チケ戦の推し登録日数が今日で865日になってた。すごい、ちょっと応援してくれててありがとう。解くたびにさ、どんどん外向きになってくる髪の毛がさ、いることはどう思いますか。この前朝ウグイス鳴いてた。え、いいじゃないですか、ウグイス。ウグイスとかおじいちゃん家にしかいないわ。なんちゃんから来ました、ありがとうございます。どうせあれなんですけどね、配信始まる前にもう一回やるんですけど、髪の毛もメイクも、だからヘアアイロン持ってかないと。アバターいただきました、ありがとうございます。586日でした。だいぶ違いますけど。混ざってましたね、ごちゃごちゃに。梅干しはあんまり好きじゃないです。あんまりっていうかもう全然好きじゃない。食べれないです。
この手に残ったオイルをどうにかさつけたい。赤坂は大阪について、全然詳しくないです。大阪に何があるっけ、なんかさ有名なさタワーみたいなのありますよ、太陽の塔じゃなくてさ、なんていう、街中にドーンみたいな、よくさテレビとかで出て、大阪といえばそれのイメージで。ハンバーグ制作中、いいね。ハンバーグ、いやね、デミグラスソースより和風ソースが好きです。プチ情報、あ、それ通天閣です、それそれ。前髪アイロンしてないわ。ジップツアーの次の日 USJ 行ってきます。わ、楽しんでるやん。大阪ってさ、なんかもう一回万博があるみたいな、ないっけ。いや、万博行ってみたいんだよね、すごい。やっぱ愛知万博に行けてないのが悔しい。日焼け止めだけ塗りたーい。でも手がオイリーだからやめとこう。やりますよね、2025年の頃にはコロナが落ち着いてることを願ってます。ハンバーグ家で食べるときはとんかつソース、それは初めて知った。112ありがとう。じゃあ髪の毛も終わったところなのでね、読みます。待って、触覚がさ、触覚少ない。なんか触覚減ったんだけど、めっちゃ。その頃中坂二十歳か、やば、二十歳とか信じられない。万博って1月とかにやるイメージなんだけど、気のせい、分かんない。あ、そんなことないか。愛知万博の時に、生まれました。そう言ってた、お母さん金シャチを触りに行こうとしたら陣痛が来たから行けなかった。はい、オッケー。悪意しかないものまね。すごい、こっちに鏡があるのね。鏡に映る私とショールームで映る私、すごい抜人。ではギフト読みます。ニキセイさん、タラララのオンブジェラララさん、タラララのブ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 タラララのオンブ。白いワンちゃんさん、だるま、世界さん、尊いシャンシャンさん、じゃじゃらん、シャーさん、赤き紫緑水色のだるま、ひこぼしさん、じゃじゃらん、かわいいクロミちゃんさん、ハートぶどうプチプチさん、黄色のだるま、ダダさん、結婚して、ぶどうプチプチさん、マシュマロ、じゃらららさん、レインボーダダさん、ハートポッポ、ひこぼしさん、じゃじゃらん、天使さん、じゃじゃら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 ん、猫耳さん、マシュマロ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 、STU の
くまさんさん、くまさん、小判にきせいさん、マシュマロブーブーさん、じゃじゃら、おにぎりパクパクさん、たらららのぶたらららのぶたらららの音符、お花さん、だるま、おにぎりパクパクさん、たらららのぶたらららの音符、お花さん、ハート、ダダさん、マシュマロ先生さん、マシュマロマシュマロマシュマロ、焼き鳥さん、じゃじゃら、シャンシャンさん、マシュマロマシュマロ、焼き鳥さん、じゃじゃら、シャンシャンさん、マシュマロマシュマロ、焼き鳥さん、じゃじゃら、シャンシャンさん、マシュマロ、焼き鳥さん、じゃじゃら、ハムスターさん、小判、シャンシャンさん、マシュマロマシュマロ、焼き鳥さん、じゃじゃら、シャンシャンさん、マシュマロ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 、アナンちゃん、お花ありがとうございます。愛知万博の年に生まれまして、みは言ってないけど感じです。今日の中身73位はデケ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 デン、明太子のアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。では20位から読みます。いきます、いきます、せーの、ガオンさん、お花さん、コケコッコさん、トートイブさん、オーテさん、カキンさん、ガローさん、ありがとうございます。イエーイ。13位さん、ありがとうございます。 SKE のクマさん。12位さん、ありがとうございます。11位さん、ありがとうございます。天使パタパタ。10位さん、ありがとうございます。正解は丸い。9位さん、ありがとうございます。キラキラ彦星。8位さん、ありがとうございます。焼き鳥スパコー。7位さん、ありがとうございます。めーちく。6位さん、ありがとうございます。ラララーン。5位さん、ありがとうございます。ひひ。4位さん、ありがとうございます。3位さん、ありがとうございます。ブープチプチ。2位さん、ありがとうございます。チキーン。そして今日の1位はドゥクドゥクドゥドゥクドゥクドゥドゥク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 ドゥンデンさんです。せーの、シャンシャン。ということで2529人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。目がかゆいです。はい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 、そうですね、今日は16時からZEPツアーの配信がありますので、皆さん見てください。よろしくお願いします。ペコリ。それではまた明日の配信、多分夜配信はないです。また明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイちゃん。確か16時な気がします。長坂の昨日の連絡には16時って書いてありました。バイバーイ。